雷雨の種類と発生する条件雷雨は発達した積乱雲から激しく降る雷を伴った猛烈な雨のこと。雷雨は積乱雲に起因している。地上で熱せられた激しい上昇気流とともに大量の水蒸気が積乱雲上部に吹き上げられる。吹き上げられた水蒸気は高度上昇とともに飽和し多量の雨粒になる。さらに上空で 雨粒の代わりに氷粒部が凝縮する。この氷粒部同士が激しい上昇気流に煽られ衝突を繰り返している。うちに積乱雲上部で多量の静電気が蓄積される。これが雷の原因となる。そして地上からの上昇気流と雨粒や氷粒部の重力とのバランスが崩れることにより狭い地域に集中して激しい雨が降り注ぐようになる。 そのため雷雨は集中豪雨となることが多く、土砂崩れや洪水などの自然災害を時として引き起こす。しかし雷雨は短時間で止むことが多く、降り出してから1時間から数時間以内で終わり、直後に晴れ間を見せることもある。梅雨、台風では、紀伊半島、四国山地、九州地方において、湿った空気が山などの地形に供給され、連続的に上昇気流が、 積乱雲に供給される。この場合は長時間にわたって雷雨が降り、短時間でその地方の年間雨量に匹敵する雨量が観測されることもある。雷雨の発生は一年中季節を問わないが、熱せられた空気が上昇気流となりやすい夏に多く、夏の風物詩として季語にもなっている。1日の中では上昇気流が弱まり、降雨とのバランスが崩れやすい午後3時から、 日没までの時間帯に起こりやすい。またその時間帯の雷雨は昼間に蓄えられた熱エネルギーが膨大なため雷雨も激しくなりやすい。そのため夏のこの時間帯の雷雨を特別に夕立ちとも言う。積乱雲上部の効率部が成長し溶けずにそのまま地上まで達すると激しいあられや氷となる。冷たい空気が上空にあり、 空気の状態が特に不安定の時に起こりやすく、日本では春頃から初夏にかけて起こることが多い。赤道付近の熱帯気候では、赤乱雲が頻繁に生成されるため、日常的に雷雨が起こり、その雷雨はスコールという。また、インドなどの南アジア、アフリカの一部、中南米の亜熱帯地域などでは、雨季のモンスーンの際に激しい雷雨が発生することがある。 地球温暖化やヒートアイランド現象等により激しい上昇気流が起こりやすくなり合わせて激しい雷雨が今後頻発すると予測されているアメリカなどでは雷雨をその母体となる降水セルの規模をもとに3から4つに分類しているシングルセルの場合セルの寿命は30分程度ですぐに衰えてしまうただシングルセルの場合でも狭い地域に 複数のセルが発生する場合が多く、雷雨が持続する時間はそれよりも長くなるのが普通である。一方、マルチセルやスーパーセルは、セル内で上昇気流の部分と下降気流の部分がはっきりと分離しているため、気流の循環が維持されやすくされやすく、寿命が数時間にも及ぶ。蒸気の分類における説明は絶対的なものではなく、氷や竜巻などの頻度は、 地形や他の気象に影響を受ける面もある。セルが一生のうちに違う分類へと姿を変える。例えば、シングルセルからマルチセルへと変わるようなことも多い。また、二つ以上の分類に当てはまるセルもあり、未だに分類には不明確な部分がある。国際式天気図の天気記号では、29全1時間内に、来年91全1時間内に、 雷電92、全1時間内に雷電95、弱いまたは波の雷電97、強い雷電の5種類が雷雨を表す記号に該当する。日本式天気図の天気記号では優先順位が定められているため、雷、または雷強しの2種類が雷雨を表す記号に該当する。ありがとうございます。